こんにちは、コロです。今日もサクッと引き取っていきましょう。いやー、今日、火曜日で、昨日今日とお店休みなんですけど、日曜日の晩にね、ちょっと地元の友達とちょっと随分と飲むまで久々に飲んでたらね、昨日なんか風邪ひいたんだが、鼻水がね、熱は全然ないんですけど、だるいとかね、そういうのも全然ないんですけど、鼻水が、ね、なんかもう花粉症みたいな、鼻水が止まんなくなっちゃって、今日はどうしようかなって、揃うか、いやね、もう2週間ぐらい伸びてるんで、もう今日、この休みに揃うなんてずっと思ってはいたんですけど、鼻水がね、そんな感じなんで、ちょっと鼻すすりながらのシェービングになっちゃって、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、ちょっとね、ご了承ください。なんか花粉症みたいな感じの鼻水ですよ。花粉症にしては早いしね。なんだろうこれ、くしゃみも出ますよ。出始めると止まんなくなっちゃうんで、あまりひどかったら途中で止めますこれ。途中でやめます。また2週、ちょうど2週間ですかね。だいぶ伸びちゃってますよ。ね、セーフティレーザー使いたいなっていうような気もあるんですけど、今日はストレートでいきます。今日もちょっとなんかストレート続いちゃってますけど、今日もちょっとストレート使わせていただきます。今日使うソープはこいつです。DR ハリスの、香りはこれアーリントンですね。一番、アーリントンが一番定番じゃなかったっけこれね。ね、このウッテンボールに入ってる、かっこいいですね。イギリスですよ。まあこの辺とかね、テイラー・オブ・オールド・ボンド・ストリートとか、この辺が UK の、まあ、定番になるんですかね。こういうトラディショナルなシェービングを最初に、興味持ち始めて、 UK のものでちょっと揃えようかななんて思うと、この辺の名前が最初に出てくると思うんですけど、うん、いいですよやっぱり。あれですね、いわゆる重視の太郎系のね、トリプルミルドのキメの細かい設計です。アーリントンはあれです、まあ、サンダルウッドかな、うん、高級なあれですよ、高級石鹸みたいな、そんな感じの香りでね、とてもいいですね。まあね、個人で使うんだったらこのままこれでこうラザリングしたのがいいと思うんですけど、今日もちょっとね、ラザリングカップボールに移して使っています。これ DR ハリスっていうのはあれらしいですね、ロンドン最古の薬局ロンドン最古の薬局って言われてますね。薬局でこういうシェービング、無理かな、ちょっと無理かな、これ立つかな、ちょっとなんか途中で倒れそうですね。やめとこう、どうしようか今日はね。ちょっとラベル見えないですけど、ロンドン最古の薬局だそうです。確かね、今日はあれです、スローインストーンの、これもね、UK のあれですよ、アーティストが作る焼き物のスカットル、二重構造になっててね、今日は寒いんでお湯入れました。十分だね。陶器なんでね、落っこどしちゃうとね、割れちゃいますから気をつけないと。ブラシも今日はちょっと UK のザ・トラディショナルシェービングカンパニーっていうね、ショップがありますけど、そこの
オリジナルのシルバーチップです。いや、伸びたな。最近なんか2週間に一遍になっちゃってますね、ほんとね。やっぱ1回ああやってね、去年秋ぐらいに伸ばしましたけど、ああやって伸ばしちゃうとね、伸ばし癖がついちゃうんですよね。さすがにこの間ね、日曜日飲んでる時に友達に お前いい加減剃った方がいいよそれって言われてね、あ、まあ剃らなきゃなと思っておいたんだけど、ついついね、また伸ばしちゃおうかななんてちょっと思ったりもしたんですけど、今年ね、正月に、正月の休みにカミソリを何丁か仕上げてね、それをこう仕事でももちろんずっと使ってるんですけど、休み明けからね、ちょっとね、なんかキンキンすぎちゃってね、あれからまたちょこちょこ手直ししながら、今日はね、リカルドのカミソリ使っていきます。ね、ロブスター。これね、ちょっとキンキンすぎたんでね、ちょっとね、刃先、ちょっとマイルドに落としたんですよ。ちょっとどんなもんかなと思ってね。うん。うん、マイルドになったな。4カミソリもそうなんですけど、このね、リカルドのこのハサミも鋼すごい硬いやつなんで、薄く作りね、気合い入れてちょっと薄くつけすぎちゃうとね、鋭いっちゃ鋭いんだけど、キンキンなりすぎて肌にね、ちょっと優しくないんですよ。それがちょっと気になってたんでね。いいね。5ミリ以上伸びてるな、ヒゲ。なるべくね、一定の方向でそれ切っちゃうのがいいですね。多少ストローク重ねてても。
ったり取れてますよ。だいぶマイルドになった。ふわふわなですね。ね、ふわふわ。それなりにふわふわな割には水分もねちゃんと保持してます。途中でオイル、あれだったらオイル使おうかなと思ったんですけど、これちょっとオイルつけないでいけるかな。すごいな。ヘリの音。窓がガタガタ言うほどのヘリ。優しい。この辺がいいよね、やっぱりね。やっぱこういうシングルっていうのは優しいんですよ。このドンバの反り方っていうのもね、確かにちょっと慣れないと思ってるほどね痛くないんですよ。見た目ほどっていうかね、肌を削らないっつうのかな。だから血が深取りしてもね、血が出にくいんですよ。その代わりちゃんと順反りとか横から当てるなりでね、ちゃんとひげを短くしないと反り味が重くなっちゃうというか引っかかっちゃうんで、自分で剃るとね、こっちがこうちょっと遮光しづらいですけど、お客さんの顔をやるときはね、もうどの面もきっちり遮光を入れて、遮光でカミソリ入れていくんで問題ないんですけど、やっぱ遮光した時の剃り味は素晴らしいよ。ここが全然違う。ダイレクトに当てるとやっぱね引っかかりやすいですよ。
気持ちいい。これね、こう肌きっ張ってね、細かく動かせば追い込みましたよ、意外と乾かないですね、このソープね。さっきだ、よかった、くしゃみ出なかったくしゃみ出るかなと思ったら、なんでしょうね、これね、風邪なのかな。がね、うちのオンラインストアの方、まあいつもねご利用してくださってる方、本当にありがとうございます。感謝してます。ちょっとだいぶ品薄になっちゃって、僕もね、あれそんなに結構その商売系抜きであれやってるんで、自分が欲しいものついでにね、ちょっと余計に買ってあえて並べてるだけなんで、あれなんですよ。やっぱここに来てね、おかげさまで結構注文くださる方も増えてて、去年一昨年なんか比べるとね、在庫がなくなってしまうのが早くて、今もちょっとねだいぶ品薄の状態続いてて、パーカー
パーカー関係ね、SRX だとか SR1 だとかね、あの辺の問い合わせが、まあ、いつ入るんですかとか、あと、197ね、あの辺なんかもいつ入るんですかってことで、ちょっとね、もう発注しました。おそらく、まあ来週、まあ今月中には、届くと思いますんで、まあね、こっちの YouTube の方でお知らせタイミングが合えば、ここでお知らせもしますし、ちょっとストアの方ね、ちょっと欲しい方は、たびたびチェックしていただけるといいと思います。これ、ちょっとどこを、ね、たびたびちょっとチェックしてみます。まあ来週か、再来週には、うん、今月中には間違いなく、揃うと思います。SRX、SR1、あと97とかね。あと、パーカーのブラシなんかも、注文しましたんで。まあ、それなりの数入れては、入れるんですけど、結構、問い合わせ多いんでね。ちょっと一気になくなっちゃうかもしれないんで、まあでも個人でね、買える人は個人で買ってくださいね。僕から買ってくれるのも嬉しいですけど、僕も大したね、あの金額見てもらえば分かると思いますけど、利益なんてほとんどないですから。うわ、おお、サプリね、ウィッチヘーゼルはこうですね、ハンフリーズのオーガニックウィッチヘーゼル、2週間ぶりですよ、つるつる、でね、アリントンじゃなくて DR ハリスは僕ね、アフターシェーブ持ってないんで、トブスの使いますね、これはサンダルウッドラグジュアリーモイスチャライジングクリームですね、使ってきます。先にちょっとバームつけましょう。サンダルウッドのバームですね、要はね、モイスチャライジングクリームだから、まあ、バームってわけじゃないんですけど、まあ何でもね、スキンクリームみたいな感じですよね。うん、ボンドストリートの方がやっぱりサンダルウッドの香りが強いですね。アーリントンはまた全然違うけど、まあせっかくですから、サンダルウッドのね、コロンでもつけましょう。トブスのね、ちょっとダンディーな、ダンディーな香りで。まあ、あと僕はまた上から銭湯行くだけですけど、銭湯行く前にちょっとダンディーな香りまとった銭湯行ってきますよ。ああ、気持ちいい。トブスのこのサンダルウッドのコロンはあれですね、このバームよりも、うん、そんなにサンダルウッドの香り、まあサンダルウッドじゃサンダルウッドですけど、すごく爽やかな、うん、意外といいですね、重くない、うん、いい香り。スーツかなんか着てたらね、やっぱこういうのつけたいですね、ね、かっこいいわ。あー、すっきりした、サップショー、やっぱ2週間じゃ伸びすぎですね。まあ肌は休まってるんで、ほんと滑らかに綺麗に剃れますけど、うん、まあ今日もちょっとストレート使っちゃったんであれですけど、なんか、参考になればね、いいんですが、今日はそんな感じでちょっと UK の、プロダクツちょっとまとめましたんでね、リカルドのカミソリでね、剃りました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ゴロでした。